バカみたいだけど運命の人なんじゃないかなって思ってて。私会いたかった。俺が生きてることの意味が欲しい。こんな娘でごめんなさい。幸せは自分の手で掴むんだよ。これだと思ったら絶対死んでも話しちゃダメ。全部私が自分で選んだことだから、だから何一つ後悔なんかしてない。そして生きる。